じゃあみんな、私だぞ。マップを探索していると、直さないといけないところがいくつかあった。それを簡単に終わらせるぞ。契約の内容は橋。その内容は？あなたが録画していなかったのでわかりません。エッポックマジか。申し訳ねえ。まあ大丈夫です。これからスイカさんには3つの契約をこなしてもらいます。ちょっと多くね。許容範囲内です。まず1つは先に言ってくれた橋。修理用交換部品を2つ現場に運搬してください。了解だ。あ、それと余談なのですが、実はまた編集基盤を作り直しました。あらら、前に作り直して解決したんじゃなかったんか？まあ解決したのはしたのですが、実は 30fps で止まっていまして、それを 60fps に上げたのです。なのでこれからはちょっと滑らかになると思います。違いがようわからん。まあ気にする人は気にするような変化ですし、前と変わらず普通に見ていただければいいかと思いますよ。っていうか FPS を上げるために基盤作り直さないとなのか。そうなんですよ。意外と面倒くさかったです。まあこれ以上画質や FPS はいじっても意味ないですし、これで固定していきます。それではスイカさん、後のことはよろしくお願いしますね。おうおう任せろり。舗装路走るだけだから簡単だな。目の前にある橋にこれを届ければ契約完遂だ。いやー、5スロットトレーラーはなんだか安心するな。よし、納品納品っと。いいね、これでしばらく持つことを祈ろう。手伝ってくれてありがとう。よし、次の契約だ。塞がれたトンネル。この間の地震は地域全体に大きな被害を与えた。瓦礫で塞がれてしまった古いトンネルがそのいい例だ。そっちから来てくれて助かったよ。ということでホワイトバレーに繋がるトンネルを開通させるぞ。通路が塞がっているとのちに大変なことになるからな。今のうちに直しておくぞ。契約の内容としては、塞がれたトンネルにパイプ床を一つ、コンクリートブロックを一つ運搬することなのだ。パイプは初めて運搬するな。さすがにこれだけ長いトレーラーなら乗せられるっしょ。多分大丈夫だと思うのだ。それじゃあ頑張るのだ。よし、積載場所に到着だ。おっ、2スロットで積載できるのか。これだったらコンクリートブロックも乗せられるな。よしよし、これをゲートに持っていくぞ。舗装路は凍ってるけどチェーンタイヤがあるので大丈夫。内輪差にだけ注意すればね。ほんと内輪差難しいです。どうやったらうまく曲がれるんですかね。まあそれもやってるうちに慣れてくるもんじゃねえの。慣れる気配がみじんも見えない。てかガードレールが邪魔ですね。あ、それはわからんでもない。さあなんやかんやで到着だ。今回も舗装路通るだけだったな。楽ができて私は嬉しいぞ。そんじゃこのトンネル通れるようにいたしましょう。こういう作業に使えるヘビートラックが少なくてね、君の助けがなかったら、どれほど時間がかかっていたかわかったものじゃないよ。これでホワイトバレーから北の港に行けるようになった。さてもう一つ完遂させますかね。ホワイトバレー長い橋。この間の地震で、この辺りの古い橋の多くがダメになったみたいなんだ。もともと丈夫なものじゃなかったけど、手を貸してくれるか？契約の内容は板材2つと、修理用交換部品を2つ運ぶことなのだ。ここは地震の被害がすごかったのか。だからところどころ壊れてるんだな。その通りなのだ。それによって生活に影響が出ている人もいるのだ。だから早く復興してあげるのだ。おっそうだな。よし、じゃこれ運ぶぜ。っていうか橋がないと孤立したりするもんな。めっちゃ重要この仕事。ということでまずは木材積載、2つでよかったよな。あとは、修理用交換部品積載。移動に時間かかったけど、特に問題はなかったぞ。そんじゃバックいたしまして、現場まで出発だ。いやまあすぐそこなんですけどね。積み込み現場から近かった。まあこれで私の方は一旦仕事終了かな。今回マリサが何するか知らんけど、よしじゃあ到着だ。これを納品して契約完了だな。というか今回は BGM が静かだな。これでかなりマシになったよ。車の下で橋がギシギシ揺れて、不安で仕方なかったからな。ありがとう。よし、これで完了だな。ということで今回はここまでなのだ。え、早くね。実はこの録画分、編集し忘れてたやつなのだ。マジかい。短くなったけど許すのだ。その代わりおまけを用意してるのだ。それじゃまた次回なのだ。バイバイなのだ。今回私の出番がないんだな。おまけ。
おいなんだこの映像集は。カットするのもったいなかったから、気使ってもらわんでもよろし。